はい、今日の中継はこちら、ウルトラセブン展が行われています名古屋パルコの南館9階にあります。こちらの会場からお伝えしますよ。今私こちらのスクリーンを通して、はい、ウルトラマンに変身しました。そういうことこのイベントなんですけれども、ウルトラマンシリーズで絶大な人気を誇っています。ウルトラセブンの放送55周年を記念して企画されたイベントです。作品の世界観をアートで楽しめるイベントになっていますよ。そしてウルトラセブンを知らない人でしたり、10代20代にも分かりやすいように、放送当時の様子と合わせてウルトラセブン怪獣宇宙人を、こちらに展示しているんです。さあ、会場には4つのテーマに分かれてエリアが、開設されているんですけど、見てください、はい、こちらにですね、ウルトラセブンの武器になりますアイスラッカーが展示されています。頭の部分にある武器ですね。そしてこちらの周りにはさまざまなアーティストが描いたアイスラッカーが展示されていまして、はい、こちら自身もウルトラマンシリーズのドラマに出演していましたタレントの最上もがさんが描いた可愛らしいアイスラッカーが展示されています。さあ、その他にもですね、色鮮やかな作品が展示されているんですけれども、カメラさん、こちらのエリア来てください。間に合うかな、はい、エリアにはウルトラセブンとその意思を引き継いだヒーローたちも展示されています。